出雲のお国っちゅんはうちのコットス。お国は出雲の巫女である。諸国を暗夜舞を舞うことで勧進を行っている。時は乱世、戦国の雄織田信長は尾張を統一後急速に勢力を伸ばしていた。近江の浅井家と同盟を組んだ信長は越前の朝倉家を攻める。しかし浅井家に裏切られ撤退を余儀なくする。復讐に燃える信長の攻撃は苛烈を極め、朝倉家は滅ぼされ、浅井家もまた小谷城に追い詰められていた。両軍の激闘の最中、決死で戦う浅井長政の前に出雲の大国は舞い降りた。やあ長政様、お顔も心映えも薄やかやわ。第一話、小谷城の戦い。ほならはんなり行きましょう。もはや浅井家滅亡は避けられない。だが、それがし、己の示した道を最後まで貫きたい。織田に城を死地とせよ。長政様の決死のご覚悟を一休憩します。道貫かせてあげますよって出雲に言いましょう。長政の父、貴様さがおるか。貴様さが下りゃ、長政も諦めてくれるじゃろう。かかれ！父上！長政様はお先に追いやし、貴様さ様はうちがお助けしますよって。お主、
伊豆子の目は。伊豆子でのお国は伊豆のどす。同じことを。それゆえに苦しまはるんやろね。お見事。うちの舞どうどす。乱世に準じられるか。開門進め。なんとかように艶やかな巫女がいる様に。なんや、将来男が人柄がありそうやこと。飛ばしますよ。みやびな舞に魂を奪われてしまった。お見事。うちの舞どうどす。長政に地獄を与えよ。さすがは信長様、容赦ない攻撃しびれるわ。でも長政様は渡ってしまへんよ。表示よ。わかりました。この槍に手応え。長政様、最後の舞台まで、うちが送ります。
舞いどうどす。誰か助けてくれんか。ならばこの兄の手で果てるがよい。兄上、参ります。運は信長に何を。飛ばしません。ごめんやす。時代の遥か先を見通す強さ、激しさ、それゆえに激しく燃え尽きる命の儚さ。であるか。ありがとう。信じた道貫くことができました。命燃やすはんなりとした英米どした。ほんなら入りましょいな。毎度おおきにまたお越しやす。